ハルカンさんのせいですよ。全てハルカンさんのせいです。なんか、うん、テイジャス見た後だと、そうですね、普通の。いや、下から見たらまあまあじゃないですか。おお、おお。ははははは。危ない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 。動くね、でっかい石があるけ。リアブレーキを重視。リアブレーキ、リアブレーキ。おお、怖い怖い。おお、怖い怖い。ナイスでーす。はい、ナイスナイスー。あ、そう、落ち着いてリアブレーキに確実に で、自分のペースを、守りながら、これが一番安全。確率ナイスー。早い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 。あー、ちょっと大丈夫ですか。おーよし、気合で気合でリアブレーキ踏んでください。おー、もう慣れたもんじゃねー。イエーイ。はい、ゆっくりゆっくりゆっくり。ゆっくり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 。落差も手慣れたもんだね。両足ステップ、さすが。ね、おお、うまいうまい、ナイス。お、早い早い。さすが。おお、楽勝楽勝。リアブレーキリアブレーキ、怖くてもリアブレーキ、ナイス。ウェイウェイって楽勝じゃねえ。あ、あの取れ高は取れ高は取れ高は開いてますからまだ。あ、ドロドロだ。なんか楽しそうなことになっとるじゃないですか。ねえ、
こんなに荒れとったっけ。掘れてますね。大ちゃんはこっちに来るよ。大ちゃんは。大ちゃんはエンジンのライダーですね。多分ライダー違うと思うよ。大ちゃんは違うライダー来ると思うよ。多分。さあ、60センチ丸太スティアーいけるのか。ツルツルだぞ。ツルツルだぞ。無事帰る。やっぱインジェクションのあれが働くんですかね。そうなんですよ。あ、じゃあやっぱ電子制御のあれが効くんですね。さあ、特命希望の岡田さん、なんか一番アドベンチャーのバイクってこれですよね。まさにアドベンチャー。お、マインドリを選ぶ。手前の木がうざい。お、おほー。ちょっと滑るね。はい、ナイスです、ナイスです。ここカメラに向かって。おー、サービス精神が旺盛だ。サービス精神が旺盛すぎる。じゃああんな感じで。おー、セローらしい、素晴らしい。なんかスムーズ、さすがトラさん。やっぱ爽やかですね。爽やかですね。あ、いいね。勢いを殺さないアクセルワーク、素晴らしい、ね。さあ、最近伸び盛りマッツンさん、指導を我我が物に優遇しております。素晴らしい、ナイス。さあ、どのラインを見せてくれるのか。ダメハッちゃん、あ、そっちだね。おお、負けじときついラインを来ました。あー、ガッツリ。あー、ナイス。さあ、スイスさんも、おお、おお、あっこで止まったら倒れるよね。やっぱあっこでアクセルポッと開けるのがやっぱ経験ですよね。モンさんならやってくれるか、やってくれるか。大事。ハイパワーがね、ちょっとつないだら掘るね。おっと、ハードイネロになりました。押しに入りました。これはカメラの撮れ高、今日は俺だけを映してくれと言わんばかりのハッスル、ハッスル。でなんかハスクバーナーが重たそうですね。これハスクバーナーじゃないです。あ、違うの？あ、なんか色が違うと思ったら、いつもなんかハスクバーナー軽そうに起こしよったんですけど。ナイス。惜しいです。ナイスでした。さあ、どこへ行くんだ。どこへ。あ、めっちゃ体が石を拒否してました。はい、いや、見よっても、あ、石みたいになっとったっけ。いや、ブレーキ曲がるよ、ステップ折れるよ。ウェーイ、とんでもないラインだ。打ちましたね。それまあまあ無難で。ナイスです。ガレバーの走り方としましては、ガレバーの中のガレてないところを走る。そう、ガクサですね。
これは一人ハードエンデューロしておるじゃないですか。これがハードエンデューロか。あ、またエンジン死んだ。で、フロントタイヤをね、ガレルの中のこのフラットを探してフロントタイヤを探して、リアタイヤはそれについてこさすんだけど、ね、どうしてもリアタイヤ何か踏んじゃうっていうことがあるんだけど、ここで大事なのが、ね、予算作るでやっております。基礎ポジション、その後ろタイヤがついてくる段階で基礎ポジションができてないとフラフラしちゃうんで、しっかり基礎ポジションを取っておられれば、ガレルの楽に走れるんじゃないかなって。また死んだ。お、相手の挑戦、相手の素晴らしいラインに挑戦。いや大丈夫、そのままいけるんじゃない？え、ああ、はい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 。相手のラインへの挑戦、これはライダーの素晴らしい挑戦心が現れているんじゃないでしょうか。下が岩盤ですね、これは。岩盤なだけに頑張んなさいよ。はい、こういうところでも、セローの足つきの良さと、低速の、扱いやすさが素晴らしいでございます。セローはいいぞ、セローはいいぞ。さあ、みんな中古市場に出回ってセローを全部買い占めてしまいましょう。ナイス、イエーイ、うん、じゃあ、はい、サクサクじゃないですか。いいね、このフルサポート体制。とりあえずフロントだけ乗っければ OK。 乗った。はい、ナイス。どこ行く。相手のど真ん中、ナイス。相手の真ん中、うまい。さあ、トライアル車両は余裕だ。さあ、マッツンさんのど真ん中、俺のど真ん中見せてやるよと言わんばかりの。そして余裕、おお、飛んだ。ダメハッツァン飛んだ。そしてさあ、うまい、安定、落ち着いたライトリのモンさん。あ、ちょっと石がね、飛んでるっすね。セローはいいぞ、ナイス。さあ、出ました、 TW さん、いけいけ、勢いがある、うまい。さあ、セローはいいぞ、余裕です。池田さん、ナイス。そして、さあ、見せ場は、うまい。はい、ナイスです。あ、いや、怖い。あ、しまった、トリオンだったら谷川決めるべきだったっすね。足元崩れたよ。
なんかすげえ急出撃が起こったんだけど。思いっきりナイス、ウェイカッキー、一気に一気に、おお、かっこいい、かっこいい、うまい。